どうも、今日日中ねかなりサボってしまったセイラでございます。ということでですね、今現在夜ですけども、まあ張り切って動画を撮っていこうかなという感じで、頑張っております。ということでですね、今回は利用される人ほど実は得な理由ということでお話ししていこうかなっていうふうに思うんですけど、まあ利用されるとか、なんかこう自分が貧乏くじを引いてしまうみたいな、なんかそんな質問とかがあったりするんですけど、そういう人にぜひ聞いてほしい内容になっているので、ぜひね、なんかこう自分が、なんかこう仕事を押し付けられたりだとかね、周りからなんか利用されてる感じがあるとかって言って自分のセルフイメージが下がっている場合っていうのは、かなりこういったマインド、今回話すマインドっていうものを持っていると役立つと思うので、ぜひ最後まで聞いていただけたらなというふうに思うわけなんですけども、まず、こう利用されてるなって思ったりとか、自分が貧乏くじを引いてるなっていう風に感じた時って、今の自分が損をしているっていうところに着目しないでほしいんですね。今失ってしまっているものというか、今自分が損をしているものとか、そういったものを見ないでほしいっていうことなんですよ。これは優先順位の問題で、ああ自分って損してるわーって思ってるのって、その時の労働であったりとか、その時のテイクっていうものを求めているわけであって、違うものを優先した時にそれって変わってくるんですね。でどういうことなの？かっていうと、例えばじゃあ筋トレをするってなった時に、筋トレするのってなんか力の無駄遣いじゃないか、その時のなんかこう力っていうもの、体の疲れっていう部分だけを見たら、筋トレしました。見た目何も変わってないけど、腕は疲れましたみたいな状態になるじゃないですか。これ、腕の疲れっていう部分に着目したら何も得がないんですよ。でも、未来的に見た時に、こう全体の流れを見た時に、それをすることによって筋肉がついていくわけですよね。じゃあそうやって自分の成長っていう部分では、前進んでるわけじゃないですか。で、こういう風に僕たちって何を優先するかによって得してるとか損してるかっていう基準が変わってくるわけなんですよね。で、利用される人っていうのはですね、利用される価値を提供できてる人っていうことなんですよ。ここがすごく大事で、利用されない人っていうのはもはや提供できる価値もないっていうことなんですよね。だから、利用されてるんですよみたいな感じでこう悩んでしまってる人っていうのは、とりあえず利用されるっていうことは人に価値を届けられてる、価値を届ける能力はあるっていうことだということを、まず分かっておいてほしいっていうわけなんですね。で、こうやって利用されてる中でどういったことが起こってくるのかっていうことなんですけど、これ自分に力がついてくるんですよ。先ほどの筋トレの例と同じなんですけど、筋トレってぐーってこうやって上げてるところの、この筋肉がつくかつかないかっていう部分を優先にしなかったら、優先順位上にしなかったら、ただ疲れるだけじゃないですか。筋肉がつくんだって思わずにやってたら、ただただしんどい作業ですよね。それって頑張れないんですよ。でも筋トレしたら体健康になるぞって思ってるから筋トレできるわけじゃないですか。そうやって考えるから筋トレで頑張れるんですよ。で、僕の知り合いの人で、なんかもう、毎日のように何百キロっていうような、タルっていうものを運んでる人がいるんですよね。で、それって普通に考えたら肉体労働ですごくしんどいんですけど、その人は筋トレだと思ってやってるらしいんですよね。だから、それを運ぶことによって自分は筋トレで鍛えられているんだと思いながらやってるから、その仕事が楽しいっていう風に言ってたんですよ。でもこれって、多分僕だったらしんどいと思っちゃうんですよね。だからその筋トレっていうところに優先順位を置いていないから、多分嫌だなって思っちゃうと思うんですよ。でもその人は、あ、自分はこれによって成長していると、自分の筋肉が成長してるんだって思ってるから、そこに対してすごく楽しくやってるわけですよ。で、そうやって自分がどんどん鍛えられてるっていうわけなんですね。で、僕のこう知ってる方でも、なんかこう、お店にタダで入ってる人がいるんですよね。タダでもう何もお金とかももらわずにお店に入って、なんかそこのお手伝いしてる人とかっているんですけど、そういう人たちって、なんかなぜそこへ入ってるのかっていうと、結局のところ、そこで教えてもらえることがあったりだとか、そこでね、まあ尊敬してる人がいるとか、なんかそういう風な、その時の労力じゃなくて、そこで学べることっていうところに意識を向けてるわけなんですよね。だから普通に考えたら全然利用されてるだけに見えるんだけど、だって労力は提供してるのにお金もらえないからね。普通に考えたらこれ利用されてるなっていう風に見ちゃうんだけど、でもその人たちって優先順位が違うんですよ。労力とかで優先してないんですね。何を優先してるのかって言ったら自分の成長っていう部分を意識してるわけなんですよ。で、僕が以前勤めていた会社に、もういろんな仕事を押し付けられている人がいたんですね。僕よりもちょっと上の人だったんですけど、こうなんかもう上の人たちから、こうなんか自分の、まあ部署の上の人たちから、いろんな仕事を押し付けられてたんですよ。これもやっといて、これもやっといて、みたいな。で、なんかもう周りから見ても、うわ、あの人また仕事を押し付けられてるわ、みたいな感じで見えてたんですけど、でもその人、その押し付けられた仕事も、はいはーい、みたいな感じでね、なんか楽しそうにやってたんですよ。周りから見て明らかに理不尽なんですよ。
それってでもあの人がやるべきだよなみたいな仕事も、あ、これもやっといて、これもやっといてと押し付けられてるんですね。でもそうやって押し付けられるたびに、それをどうしやろう、どうやってやろうかなとか、どういう風にこなしていこうかなとかっていう風な感じで、こなす方法をいろいろ探してたんですよ。で、楽しくやりながら、あ、こういう風にやったらいいなとか、そうやっていろんな方法を考えてたんですよね。で、まあその仕事に対して一生懸命取り組んでたんですよ。すると、ある日、違う部署の偉い人から声かけられて、結局そっち引っこ抜かれたんですね。お前すごいな、つって。お前のここで、この仕事できるやつここにおるのはもったないみたいな感じになって引き抜かれたんですよ。で、どうなったのかっていうと、そこの部署にいた、そうやって仕事を押し付けてたような人たちよりも上の立場に行っちゃったんですね。で、こういうふうに、この、仕事を押し付けられることによって、それを一生懸命こなしていったから、自分の自力っていうのがすごい鍛えられたんですよね。そして、なんか自分がすごい得して、自分が上の立場になったんですよ。で、こういう風に、ある程度理不尽な思いとか、したりとか、なんか自分のところに仕事が集まるっていう時っていうのは、まあ、負荷がかかってる状態なんですよ。筋トレで言うと、10キロの重りでやってる人たちの横で、40キロとかの重りで筋トレできてるような感じになるんですね。だからそういう風な目線で見た時に、利用されてる時っていうのは、すごいこう自分にとってプラスになってるわけなんですよね。だから、この自分って舐められてるんだとか、自分がなんかどんどんやらされてるんだみたいな目で見てしまうとすごいマイナスに見ちゃうんだけど、それをいい負荷だなって自分の成長につなげていける考え方ができたら、すごい自分にとってプラスに捉えることができるんですね。なので、全部自分のものにしてやれっていうことです。全部自分のものにする。で、僕自身もこうなんか引っ越した時に、まあね、ありがたいことに、こうなんか、コーヒー豆のピッキング、この選ぶ作業を手伝ってほしいみたいなことを言ってもらえたんですよね。もちろんお金なんてもらわないし、もらう気も全くないし、僕は豆をピッキングしたいんですけどでもそれって僕がそれで成長できたりとか、なんかそうやって手伝うことによっていろんな人との関係をね、築けたりとかっていうことができると思ってるから、なんかそういうとこにすごいメリットを感じてるから、全然そこに労力を提供することって嫌じゃないんですよね。むしろみんなに美味しいコーヒー飲んでほしいからやりたいなっていうふうに思ってるんですよ。で、こういうふうに自分がどこに優先順位を置いてるかっていうのがすごく大事で、なんでみんなと同じ給料なのにこんだけ働かなきゃいけないんだって昔の僕は絶対思ってたんですよね。給料もらえないのに働くなんて意味わかんないって昔だと絶対思ってたんですよ。でもそこに優先順位を置かずに違うところに置いてたら、もうありがたいことに見えてくるんですね。だからそうやって全部自分都合で考えちゃえばいいんですよ。仕事を押し付けられちゃっても、あ、自分に負荷かけれるぞとか、あ、これ乗り越えたら自分もっと成長できるぞとかっていう風な感じで、どんどん自分にとって都合のいい理由を探して付け加えていく、自分の成長に置き換えていくっていうのがすごい大事で、この優先順位を変えるだけでいろんなことがプラスに見れるようになってくるので、ぜひね、普段から自分がなんか利用されたとか舐められてるとかって思った時に、あ、この状況はこうやったら良くなるぞとか、こういう風に考えたら良くなるぞみたいな感じでね、捉え直していくと、どんどん自分の成長につながっていくと思うので、ぜひね、そういう風に選択し直していってもらえたらなという風に思います。で、こういう風なね、あの選択っていうのをしていけるようになると、どんどん自分の人生楽しくなってきて、ハッピーになってきて、なんかこういろんなことに対して楽しくできるんですね。だからとにかく目の前の出来事とかに対して、これをどうやって楽しめるかなっていう風に考えていく。なんかこう洗い物する時でも楽しくやるとか、掃除をする時でも楽しくやるとかっていう風に僕は普段から意識してるんですけど、そういう風に自分にとってプラスな部分を優先していって、楽しくやるっていうことを続けていると、それがどんどん周りに印象を与えていくんですよ。あいついつも楽しそうだよなって、いつもあいつ笑顔だよなみたいな、だからそういうのがどんどん人に伝わっていくことによって、コミュニケーションっていうのも良くなっていくし、周りから見られる目っていうのも、なんかいついつも機嫌悪そうだよなとか、ムスッとしてるよなとかじゃなくて、あいつなんかいつも楽しそうだよなって、あいついつもなんか頑張る姿勢あるよなって言って、人が集まってくるっていうことなんですよね。だからそうやって、自分が何を選択していくのかっていう部分を変えて、自分から発せられるオーラっていうものをどんどん変えていくっていうことをね、やっていくと、どんどんね、自分の、あり方も変わってくるし、身の回りの対応とかっていうのも変わってくると思うので、ぜひ意識してみてもらえたらなというふうに思います。で、こういうふうに自分の内面っていうものを変えていくことによってね、周りの、との接し方とかも変わってくるし、自分のまあ成長っていう部分も大きく変わってくるので、まあそういった、ね、内面を変えていくってことはすごく大事なんですけど、じゃあこの内面どういう風に変えていったら、周りがたくさん引きつけられてくるような人間になれるのとか、周りがついてきてくれるとなれるのとかっていう部分っていうのは結構わからなかったりすると思うんですよ。どういう風に変えたらいいのかがわからない。だからそういうことを詳しく解説してるのが僕のバラマキっていうコミュニティで、具体的に言うと、今日はこれを意識してみましょうと。で、これを意識したらこういった変化がありますよっていうようなことをちゃんと具体的にね、今日からここまで、
これやってみましょうみたいな感じで解説していってるメルマガになっているので、まあ、ぜひ参加してね、そういった、メールとかも受け取ってみて、言ってもらえたらなというふうに思います。で、参加していただいたら、その、アブノーマル人たらし術っていうですね、まあこう、人が、助けたくなったりとか、人がこいつを応援したいとか、勝手に自分が自然体でいるだけなのに周りが自分に魅力を感じてくれるような、そういった生き方ができる、そういった人との接し方ができる、人たらし術っていうものを解説したプレゼントっていうものをお配りさせていただいているので、そちらもぜひ受け取ってね、読んでみてもらえたらなというふうに思います。で、まあそんな感じで動画もアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。